皆さんこんにちは、朝日奈彩です。今回はですね、念願の〇〇を購入しましたって多分サムネになってると思うんですけど、そちらをご紹介していきたいなと思います。最近ザローっていうブランドがすごく好きで、ちょっと前の購入品とか見てもらうと分かると思うんですけど、ザローのバッグを一つも持っていなかったんですよ。どうしようかなと思ってて、でもようやく私が欲しいなって思ったこれぐらいのカバンが見つかったの。そのカバンがこれ。気になる方は調べてください。ただ本当に可愛くないです、値段がねベーシックなお洋服が最近すごく多いんですよね、私自身が。だからそのベーシックなお洋服に合うカバンが欲しいなと思っていて、どれにしようかすごい悩んだ結果、ザローの中で私が今一番欲しいと思ってるカバンがこれだったんですよ。ネットで購入して届くまでに、まあ、かかって10日ぐらいですみたいな。到着したのが、あ、これクレームじゃないですよ1ヶ月半弱ぐらいかかったの、このカバンが届くまでに。携帯見ていついつ到着予定ですみたいなのがどんどんずれていくわけよであれなんでだろうと思ってたら、海外から来るものだったのね。だから購入してこっちに届けてくれるまでに時間がかかって、届けてもらってから税関なりなんなりあるでしょ。でそこからまた時間がかかって、その税関から自宅に来るまでにも時間がかかるわけ。税関の手続きがさ、もういやクレームだよねこれやっぱり日本の店舗に行って購入するっていうのが一番いいなって思った結果的になんでこのカバンが欲しかったかっていうと、可愛くない年齢を重ねてってもずっと使えるカバンだなって思ったんですよ。ベーシックなものを選べば選ぶほど長く使えるんじゃないかなと思って黒を選んだの。購入する時ってさ、いろいろ考えたりするじゃないですか。これ本当に使うのかなとか、購入する時の基準みたいなのがあって、10年先も使っているかっていうことを考えて購入するんですよ。10年経つと37か38でしょ。いや37、8の時黒でザローのカバン、あ使ってるな、あじゃあ買おうっていう風に決めるんですよ。購入したけど使えないみたいなものが多くて、ちょっと前に購入したザローのショルダーのカバンも真っ白だったから汚れちゃうんじゃないかと思って使ってなくて。まだ使ってないんですか。使ってない今回はもう本当に大きい買い物だったので、このバッグ1つだけで購入品紹介っていうのをやらせていただいたんですけど、次は多分洋服だったりとかいろんなものをね購入した動画っていうのをアップしたいなと思いますので、皆さんぜひ楽しみにしていただければと思います。さあ次の動画でお会いしましょう。朝日奈彩でした。じゃねー。本当に可愛いです。仕事頑張ろう